ははいどうもささんこんこにちはギですさあ今日はですねビットコンインスタイリアムリプルとスタメからチャート分析していきますので是非最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところでございますが本日がですね11月の18日土曜日週末でございます。 今週も早かったね、えー。時間がですね、ただいま午前10時25分というところで今日の動画を撮影しております。今日もですね、皆さんに元気と勇気とチャート分析をお届けしてまいりますよ。アワーということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析役立ち情報を配信しております。今日の動画を見て、参考になったためになったら面白かったなと思っていただいた画面の前の、ぜひですね、チャンネル登録ボタ、そして高評価ボタンを押してですね、えー、チャンネル、そして動画の内容よろしくお願いいたしますよ。ということで、早速始めていきますが、えー、昨日はですね、あのみん,みんな大好き、ロング一択でおなじみの関東さんと、 ですね、ええー、まぁ、あ、X でも、えー、あとは YouTube でもご活躍のアポロンさんとですね、えー、お食事をしてきまして、めちゃくちゃ楽しかったですね。めちゃくちゃ盛り上がって。<laughs> ちょっとね、僕がね、ケツカチンだったんで、途中でね、切り上げさせてもらったんですけど、いや、その後のサウナも僕もね、一緒に参加したかった。ねえ、次来るときはねあの、ぜひサウナまでっていうお約束をして、えー、別れましたが、まあ菅野さんはもう、今日、明日と、大阪を楽しんで、えー、また熊本に帰られると。今度は僕、熊本行こうかな。 と思ってます。はい。まあそんなことはさておきですね。早速始めていくんですけれども、ちょっとね昨日も言いましたけれども、えー、皆さんにお願いございますね。昨日もお願いしたけど、今日もね引き続き。 えのね、昨日のね、あのお願いのおかげで結構みんな見てくれまして、本当に感謝ですね。はい、あの一応ですね、私、サブチャンネル、勇気の宝箱っていうサブチャンネルやってるんですけれども、えそちらのね、勇気の宝箱の、えー、チャンネルの中の企画の一つで,ですね、ユースロっていうね、スロットを僕が楽しく打つよっていうね、僕もほんまにもう18からもうずっと打ってますから、何年スロット打ってるんだっていう感じですけど、はい、僕の大好きなスロットをですね、打ちながら、えー、おしゃべりをするっていう、ユースロっていうちゃ、えー、企画をやってるんですけれども、それのシャープの Q の前編ですね、愛が公開となっております。 妈 かなりですね、あの、ほんまに、うん、普通の、こう、スロットの動画やってる人と、遜色ないような仕上がりになってるのいます、まあ,あの、編集もねあの、プロにお願いしたりしてるのであの、見やすいですし、まあ、あとは僕のトークが好きだよっていう方は、ぜひですね、えー、こちら、えー、サブチャンネル、まあ、スロットだけじゃないんで、あ今ちょっとね、あの、いろいろ諸事情ございまして、スロットだけやってますけども、釣、は、り、い、やったりとか、ね、プラモデル作ったりとか、まあ、いろいろやってますので、ぜ、え、ひ、ー、ですね、興味ある方は、まずですね、このスマスロ、北斗の剣全編、えー、ご覧いただけて、でですね、面白いなと思っていただいたら、チャンネル登録よろしくお願いします。 昨日の時点でね、10名ぐらいの方がチャンネル登録してくれました。少ないけどありがとう。もうちょっと欲しい。<laughs> 欲しがりやでうーん。あの、YouTube やってるやつなんでみんな欲しがりですから。はい。<laughs> あの、ぜひ、<laughs> チャンネル登録してください。今度ね、1000いかないとね、なかなかやっぱりね、YouTube ってね、もうマイナスしかないんで。<laughs> まあ、1000いはとてなんですけどね。<laughs> まずはちょっとスタートライン立たしてほしいなと思うので、あの、本当にですね、あの、勇気のおかげでポジション取れたよという方はですね、あの、ぜひ。 えー、チャンネル登録してください。はい、もうほんまにあの通知多くでもいいです。はい、もうとりあえずちゃんとあのチャット分析のお礼としてちゃんあのチャンネル登録したのかぐらいの感じで構わないので、はいぜひチャンネル登録してもらえたらなと思います。もうこの、えー、動画の概要欄の一番上の URL もしくはこのコメント欄の固定コメントですね、一番上の URL をポチッとしてもらったらあの直接ね、<車>はい動画に飛びます。テンありがとう。ちょっとごめん。はい、あのー、こんな感じで僕がいいスロット<オ>、えー、打ちながら喋ってますので。 はい、ぜひ興味ある方はご覧ください。よろしくお願いします。ということで、まあ、早速ですね、えー、ここからはチャート分析、真面目な話に戻りたいなと思います。<laughs> はい、ではさ、えー、早速ですね、チャート分析入っていくんですが、まあ、今日もいつも通りビットコインから、ね、うーんちょっと難しくなったねというか、まあ、ちょっと上が強くなったねというところですね、はいまあ、昨日言ってたポイントみたいなところをおさらいしつつ、今見えてるポイントをあ改めてですね皆さんにお伝えしていきたいなというところでございます。で昨日言ってたポイント、どこかっていうと、 えー、これビットコインの1時監視なんですがまあ、この25円目ですねここの抵抗を見ていきたいなっていう話をしててまあその通りしっかりと落ちてくれました一旦ねはい、で、そこから戻ってきたんですがまあ、ほぼほぼ同価格帯ですね要は縦値撤退にしていれば切れてなかったと思います切られてなかったと思うんですがそのままダブルトップの形を作って下落と。 で、僕の、まあ、えっ、ー、と、やった、えー、決済の方法で行くのであれば、一旦上がってきました。で、ここでショート打ちました。で、落ちて、そのまま縦根で,で,で、撤退で、えー、放置。で、そのまま落ちてきて、直近の安値に対して、えー、一旦ね、えー、実態を埋めたので、そこに対して、えー、半分利角、あとは放置という形でした。で、この一回のドーンという上げで、えー、損切りというか、ストップロスに引っかかって、えー、切れているという感じですね。なので、今はポジションは持ってない状況。 ショートのポジションはね。はい。ただ、えー、結局ですね、このダブルボトムを考えて、えーだえー、このね、ダブルボトムからのロングっていうのを持ってますから、今は持ち替えてるような状況ですね。ショートからロングに持ち替え。で、ショートの分の利確もできてますから、まあ、ここから先の、えー、上,上昇に対しては、すべてプラスになっていくというところでございます。はい。で、なんでそのポイントを取れたのかっていうところの、まあ、復習みたいなところなんですけど、まあ、このトレンドライン引かれへんかった人はいないと思うんですが、もういきなりちょっと1時間足の本題から入っちゃうけど、 そこまでね、冷やしレベルで動いてるわけじゃないから、あの、冷やしでね、見て見解をとかっていうことではないんですが、これ1時間そのまま見ていきますが、ここですね、この安値2点引いたら3点目ぴったりだったんですよね。はい。なんで、ここのロングは取りやすかったかなと思います。で、緑のゾーンにも食い込んできてるから、まあ、この緑のゾーンぐらいからこのトレンドライン付近までは買い下がっていけたかなと思います。はい。で、ここでロング取れてる方、まあ自分でちゃんとね、あのチャートを分析して、ここでロング取れてる方に関しては、今は完全に含み益と。 はい、ただちょっとポイントとしてはね、あのー、結構抵抗体が多いです。はい、こっから上、ね、で、一応このまま、このダブルボトムが決まるのであれば、まょうね、僕の,あの X の,方のポスあのポストのリプレイにです、ね、リプライにあにネタバレかっていうことを書いてく,れく,だ,くださいましたが、はいえー、ここですね、ダブルボトム二毛作になっているということですね。はい、ここのダブルボトム、小ダブルボトムですね、右肩ダブルボトムが決まれば、ネックラインまでの、えー、挑戦権をもらえるんじゃないかというところですね。 はい、で、ここでどうなるので、このまま、例えばやけど、こういう形で押してくるんだれば、安値の切り上げ。で、だい体今、直近のね、高値が、えー、ほぼ切り揃っていて、3万8,000ですね。3万8,000がちょっと固めです。はいなんで、3万8,000でもう一回抵抗されて落としてくる。で、右肩上がりは続けるってなってくると、まあ、いつも通りのアセンディングトライアングルという形になるというところですね。そうなってくると、まあ、上に抜けやすいけど、まあ、否定されることも多々あるよっていうところは、押さえておくのは、まあ、定石ですが、まあこの形をちょっと期待できるようになると。 はい、とりあえず、えー、このダブルボトムが決まれば3万8,000までの切符、えー、は手に入りますからそこに関してはしっかりと片道切符を、えー、手に入れておくということですね。はい、でこのダブルボトムのネックラインはもう完全にここなんでね3万6600ぐらいかなここがこのダブルボトムのネックラインになってますから今もしポジションを持ててない方で関していくとこのブレイクは狙って,いっていいってことですね。 このブレイク。3万6500、600ぐらいを上抜けた時点でのブレイク。まあ、俗に言うスケベロングですね。は、まあ、持っていく。プラスアルファ、上に上がった、あ上がった後、落ちてきたところ裏タッチングロペスのパンパスい、裏タッチの押し目買いつですね。勇気のシャンネル風に言うと、裏タッチングロペスのパンパス、えー、買いになるというところなんですが、まあ、こちらを狙っていくっていう、この2点ですね、はい。この2点でいいかなと思います。 まあもしこのまま押してきてくれるんやったら、このトレンドラインプラスこの緑のゾーンはまだ使えると思うので、ここに対してのロングも一つありですよというところです。はい。で、ショートに関していくと、まあ、抵抗体は山ほどあるんで、その抵抗体ごとにちょっとショートは、えー、試みてもいいかなと思うんですが、まあ、例えばやけど、ここ、このね、裏タッチ。これに関しても、この、 レジサポ転換してるの分かります綺麗にレジサポ転換してるんですよね、このラインってね。はい。なんで、ここがレジスタンスになる可能性は10人分にあるというところ。うん、なんで、ここに関しては、しっかりと、えー、ショートを打っていてもいいかもしれないというところですね。ここ,こ,こは、えー、注目ポイント、ショータンに対してのね。はい。でもう一段上はこの黄色のゾーン。ここに対してもしっかりと抵抗体が見て取れますから、裏表効いてますね。はい。なので、ここに対しての裏,、えー、裏の、えー、戻り売りを狙っていくっていうのは一つあり。 で、最終はさっき言った3 8000ですね。ここが一つのポイントになるかなと思います。で、こうなって僕はショートの、えー、エントリーポイントになるかもしれないというポジションをいやいや、ポイントを言いました。その時に気づかないといけないのが、ロングの利確ポイントになるかもしれないんだよっていうことをしっかりと、えー、押さえておいてください。これを言わずもがな、自分の頭の中で変換できてると、だいぶ、えー、皆さんのトレードは、ねー、脳みそはですね、トレードノーになってきてます。はい、トレードノーになってきてます。 あの英語もそうですけどいちいち英語を聞いて日本語に訳して理解するってやってるとまああのー、まあペラペラと喋れないってよく言われますよねまあ僕は別に英語ペラペラ喋るわけじゃないんですけど、まあ、英語脳になりなさいみたいなよく聞くじゃないですかこれに関してはもう本当にトレード脳になるしかないです、はい、だから人,人をねなんとやかく言ってる暇があったらもっとこう何て言うかな自分と向き合ったらいいよってことですよねはい 自分がトレードーナになれば、その人、もしかすると雑音に聞こえるかもしれないことが、ちゃんと自分の情報であるっていうことを情報処理できます。それがすごく僕の中では大事だなと思ってます。人のポジションであったりとか、人の考察であったりとかに、ちょっとイラッとすることあるかもしれないです。例えば自分がロング持ってる時に、ショートの人の目線、イラッとする。 もしくは不安になる。あるかもしれないんですけど逆、逆を返すと、ショートの人の情報もしっかりと、そのロングの人の、えー、有利な状況情報になり得るっていうところまでしっかりと、えー、考えれるようになると、まあ、すごく平和な世界が <laughs> SNS にも <laughs> 訪れるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、なので、そのあたりちょっとね、えー、気をつけていただけたらと思いますが、まあ、一応ね、4時間して見ても一緒なんで、まあ、ほぼほぼあの同じような見解になるかなと思うんですが、 まあ今見ているのはこのダブルボトムっていうことですね。大ダブルボトムでいくとね。4時間足レベルでいくと。で、ただ、そのダブルボトムに行くことによって、えー、行くタイミングで、この1時間足で見ると、えー、右肩の部分、右お尻の部分ですね。右ほっぺの部分がダブルボトムになっていて、まあ、有機風に行くと、このダブルボトム2毛作が決まるかもしれないよっていうところに今、えー、現状あると。そしたら、どういうシナリオを組んでいけばいいですかっていうのは、もう僕の動画を長く見ている人やったらわかる。 でさっき言った通りここの、えー、ネックライン上抜けは狙っていってもいいしっていうところの結論につながるというところですね。はいまあ、細かく説明するとそんなところですただまあこれも僕の動画を長く長く見ていくと僕が言う前に、えー、もしくは、えー、僕の動画を見る前にこの答えにたどり着いていて僕の動画を答え合わせとして使えるとかあ もしくは自分でチャート分析しシナリオを作って、ここにたどり着いて、あ、なるほど、そういう視点もあったんか、ちょっと自分に取り入れてみようかなっていう見方ができるようになるとか、あの、かなりですね、えー、皆さんお得に無料でチャート分析の勉強ができますので、えー、チャート分析、えー、覚えたい、えー、これからや,やっていきたい、自分でもやりたいっていう方はですね、えー、チャンネル登録を忘れなくよろしくお願いいたします。高評価も忘れなく。と、はいうところでございました。まあ、ビットコインさんのところですね。 ちょっと上に上がりそうだなっていうところ、えー、注目しておくといいんじゃないかなというところでございます。はい、で続きましてがイーサリアム。うん、ちょっとね、弱い。弱いんやけど、まあ、ビットコインと違って安値を切り上げれてないっていうところが弱いんですが。 うん、それでも、まあ、想定内といえば想定内で、まあ、ちょっとビットコードで冷やし見なかったですけど、えー、イーサリアも冷やし見ていきます。なぜかというと、これ見てください。ちょっと説明していたんですが、まあ、この形で、えー、上ひあ、違う、下髭を作って、えー、推移したんですが、この下髭を回収して、もう一回25メ明トのちょっと乖りがあるからね、まだね。若干の乖りがあったから、それを埋めに来る可能性があるんだっていう話も、実はしてました。はい、よく見返してください、過去の動作を。言ってたんですが、まあ、それを、えー、今、現状、えー、横軸を使って落としてきたよというところです。 で、そこからですね、こっからの動きを見ていきたいんですけれども、よいしょ。まあね、けどね、実体では切り下げてるんで、そこまで強いか、えー、形ではないですが、なんで、ロング打つんであれば、僕はもう一、もう一歩、もう一点歩待ちたいっていうところ。でね、今日ちょっとね、まあいつもそんなに、あのー、めっちゃ噛んでんねんけど、今日ね、下の先にね、出来もんできてて、 めっちゃ喋りづらい。<laughs> ごめんな。ちょっと聞きづらかったら。頑張って滑舌よく喋ってるつもりやねんけど、はいちょっと聞きづらかったらごめんなさい。あ余裕期下の先っぽにできもんできてんねやだなと、昨日、いいもん食ったからかな、言って思っといてください。ちょっと喋りづらい。ごめんなさい。はい。で、えっと、えー、実態では切り下げてるんですが、まあ、さっきの言った通りですね。この えー、25位目の背にロングが入れたポイントがここね。で、そう考えると、まあ、実体とヒゲではあるんですが、まあ、同じくしてダブルボトムにつな、えー、がっていきそうな形ではあるっていうところですね。ここが期待できるポイントなんですが、実体での切り下げが確定している分、ビットコインは、ね、ちょっと弱めなんで、えー、そんなに力強くというか、ね、しっかりとロング入りづらい。その場合はですね、ここ見ていけばいいんじゃないかっていうのが、これですね、左肩。 頭でここで右肩作ってきてくれたら逆三層になります。はいなのでダブルボトム二毛作の亜種ですねえ右肩がダブルボトムではなく、えー、逆三層になるパターンですねこの形で上がってくるんであればさっきのビットコインと同じ見解ですね、えー、ダブルボトム大きなダブルボトムにトライしてくる権利がもらえるその権利が1店舗遅れますが、えー、逆三層の形じゃないかなと僕は想定してます。 はい、ただ、ここからですね、もう一気に V 字回復っていう形はあるので、例えばやけど、このあたり、ここが多分ネックライン最終的になると思うんで、えー、1980、90くらいはい、うんね、1985とか90ぐらい、このあたりがネックラインになると想定はしているんですが、逆を返すとここを上抜けられると、一旦えロング乗っかってもいいのかなと思います。俗に追っかけロング、スケーベロングってやつですね。はい、で、その、えー、ネックラインまで持っていく、2100弱ですね、2080、90。 はい、この辺りまで持っていけそうだなというところですね、はい。ここまでで一旦部分にかくただえそれに関してはこのダブルボトムが決まる可能性があるのでそのままえ半分にかして放置でいいと思います。そのまま上にポーンと伸びてくれるんやったら多分損切りも巻き込んで一旦ショートカバー的な動きでドンと上がるんで,でその辺りでしっかりと全部にかするみたいな、まあ、手順になるんじゃないかなと僕は思ってます。はい たださっきも言った通おりえ、ビットコインよりは多少弱いです。なぜなら実態が切り下がっているから、ね、弱含んでいるっていう状況ですね。はい。で、そうなってくると、ショートは打ちたいって考えると、えー、例えばですけど、4時間足の25英名にタッチしたとき、まあ、要はそうなってくるとね、逆三像のネックを、ネックラインを作ってくる形になるんで、まあ、僕はどっちかっていうと、逆三像の右肩待ちの方がやりたい。ここでショート打つよりもね、優位性は僕の中では右肩狙いの方が優位性が高い。なぜならビットコインが右肩上がりのダブルボトムを作りそうであるっていうところですね。 こう考えると、イサリもリアンもついて上がってくる可能性がある。そしたら、ここの右肩を狙っていけると、まあ、いいアンバイのロングが取れるんじゃないかっていう算段ですね。はい、で、一応、高値の切り下げラインプラス、まあ、ダブルボトムになるネックラインですね。はい。はえー、この辺りが利確検討ポイントになるので、この辺りで一旦利確して。 で、その後、もし上伸びしてくるんであれば、そのままストップロスだけしっかりと押し上げておいて、もし反転したときに、ここでストップロスが引っかかってくれるようにしておくってことですね。はい、利確できるようにしておいて、で、あともし、ドーンと上に上がるんやったら、しっかりと、この最上段ですね、この辺りで利確をしていくという感じの、まあ、見え方が一番、まあ、有効というか、まあ、濃厚というかな、濃厚ではないね、僕の、えー、強いなと思っているポイントですね。はい、この辺りを参考にしてもらいながら、皆さんのチャート分析シナリオ作りにお役立てください。 なんでこの結局ですけど上抜けパターンですね。その上抜けブレイクしたとこスゲベロングで狙っていくターンはもう25円目上抜けでいいと思います、はい。そうなってきたら多分一旦ここの高値の切り下げライン、まあ、もしくはこのダブルボトムのネックラインまでは上げれるんじゃないかという感じなんで、ここまでの値幅を取っていくっていうのは今一つありかなと思いますので、えー、このあたりはぜひ参考にしてみてください。はい でショート打ちたい方はさっきも言ったけど25位目を背にショートもしくはこの高値の切り下げラインダブルボトムのネックラインでショートですねこの2点だけかなと思うので、まあ、この辺りを狙っておいていただけると、まあ、いいアンバイで取れるタイミングっていうのは来るんじゃないかなと。 はい、押してくれるんであれば、えー、その押しを短期で拾って、もしそのまま続落するんだったら、えー、半分のロットを持って引っ張っていけるようなタイミングっていうのは出てくるんじゃなかろうかというところでございます。ただ若干まあビットコインありきの、えー、ところもあるので、ビットコインの動きもしっかりと確認しながら言、えー、ってもらえるといいんじゃないかなという風には思ってますので、この辺りはぜひ参考にしてみてください。はい、ということでイーサリアマ以上です。まあ、あとね、ここから土日なんで、あの動かない可能性あるんでね、しっかりとそこも押さえておいてね、土日はあんま動かないです。 あのーまあ、いい仮想通貨のいいところってどこかっていうと、為替って土日止まるんですよね。まああのー、寝動きかね、はい。なんですが、まあ、仮,想と仮想通貨に関しては、24時間365日動き続けている、ここがまあメリットなんですが、やっぱりですね人間、土日は休みたいということになるんでしょうか。はい、なんで、土日はあまり動かなくなります。まあ、ただ、寝動きはあるので、ね、全然トレーダーできるんですが、寝幅がぐっと、えー、抑えられることが多い。 まあこのね土日が動き出すと本当に土日が動き出してしかも上昇したりするとやっぱねちょっとこうバブル感出てくるというかバブルの時はねバブルと言われていた時はやっぱ本当にね土日もガツガツ上がったりしたんですよね上がったり下がったりラジバンなリしてたんで値動きがあったってことですね値幅があったんですがやっぱり今現状土日になるとまあ取引高というかね値幅がぐーっと縮小するっていうことは僕はまだバブルとは言えないんじゃないかなと思ってるけどけど、はい、まあそこもちょっと一つあのバブルの何て言うかな バブルを経験した僕としては、まあ、一つのこう指標というかで、見といてもいいんじゃないかなと思います。土日は結構動かなくなることが多いです。えー、その通常運転の場合はね、バブルの時は本当にもうお大きい陽線出たりとか、それこそ全部、日曜日で全戻しして、めちゃくちゃでかい幅で、ね、寝動きして、その後月曜日にかけてぐーっと上げてきて、下髭になったりとか、日曜日のね、冷やしが。で、そのまま次の月曜日が大陽線になったりとか、まあ、すごい寝動きをしたりしてたんですが。 はいまあ、一応、まだ通常運転だとするのであれば、そこまで値幅がない可能性はあるので、そこはしっかりと押さえておいてください。はい、で、えっと、リップル、すみません、なんか話がそれましたか、リップル見ていきます。リップルに関しては、えっとね、インサタもちょっとよりもちょっと弱いんですけど、さらにね、なぜかというと 25MA 割ってるんで、弱いんですが、形上、その値位置感というか、その 25MA との位置関係でいくと、リップルの方が弱いんですが、形上はほぼほぼ一緒の形を作ってます。 よいしょこれね。えー、これ4時間足 25EMA ではなくですね。はい。直近の安値に対してのヒゲ回収をしたという形ですね。ヒゲを回収して今、ね、今、値動きをしているというところ。で、えー、見ていくのもほぼ一緒。このダブルボトムを見ていきたいというところですね。ヒゲ先合わせたダブルボトム。で、えー、これも、えー、イーサレムと一緒です。ここに対して逆三層作ってくれるやったらチャンス。 はい、このダブルボトムを作りにくる可能性が高く、高まるってことですね。はい、なんで、まあ、それのブレイクラインは、この25円目、これも全く一緒です。はい、ネックラインがこのあたりになるんじゃないかなと思ってる、想定のところに25円目が来てくれるんで、まあ、25円目の上抜けっていうところが、このまま直で来たとしても、右肩を作ったとしても、ここのブレイクは狙い目、はい、0.62ですね。はい、0.62が、えー、上抜けられた時点で、一旦このダブルボトムのネックライン、えー、0.655なんで、0.656っていうところぐらいかな。はい、このあたり。 ここのネックラインまでは上げてくる可能性が高まるので、はい、ここに関してはえ、ブレイク狙った短期の、ド短期の、まあ、ス,キャスキャロングですね、スキャロングはありかなと思います。これに関してはスキャルピングぐらいの目線ね、はいはありかなと思います。で、このまま上抜けてくれるんであれば、そのままストップロスをしっかりと押し上げておいて、えー、裏タッチングロペスのパンパース買いのチャンスも出てくるし、そのまま、ここでロング持ててる方は、えー、そのまま、えー、部分利確をして、えー、引っ張っていくという感じかな。はい で、ストップロスも上げておく。みたいな感じで、えー、狙っておいてもらえるといいかなというふうには思います。うん、で、ショート打ちたい人に関しても、まあ、基本的にはほぼほぼ、えー、イーサレムと同じなので、まあ、あの重複しちゃいますけれども、まあ、この 25EMA の背にしたショートですね。もしくは、このネックラインになるであろう直近の高いに対してのショート。 こうなってくるとねダブルボトムとは言ってるものの実体で考えると左肩頭右肩みたいな感じで逆三尊二毛作の可能性もありますよね。この逆三尊から、えー、起点にして頭を作るでこのネックラインで一旦抵抗されて右肩作るで、えー、左肩頭右肩の、えー、作った形からの逆三尊の、えー、頭が逆三尊型なんで逆三尊二毛作という形にもなりえるので、まあ、このあたりはちょっと期待かなもし上に上げてくれたらこういった形も、えー、作る可能性がある。で大きく例えばやけどそれこ そうデ,イデイトレからスイングレベルのポジションを持つんであれば、この右肩は狙い目になる,なるってことですよね、はい。もうちょっと大きい目線になるんでね、この幅のロングになりますから、まあ、それだけの値動きするには、やっぱり横軸もかかりますから、その分の、えー、時間軸も見ていくみたいな感じになりますが、まあ、この逆算ゾーンはまた一つ、えー、注目になるかなというところですが、まあ、今はまたこれは次のお話というところですね。はい、まだそこまでの値動きはないので、えー、こうなったらこうなるかもしれないよっていう、まあ、これはただの本当にお絵描きですね、はい。というところでございます。 はいなので、このあたりをですね、参考にしながら、えー、週末、えー、楽しみつつですね、えー、皆さんのトレードライフにお役立ていただけるといいかなというところでございました。はい。ということで、今週もですね、最後までご視聴ありがとうございました。冒頭にも言いましたが、私ですね、勇、え、気、ー、の宝箱というサ,サブチャンネルやってます。はい。 で、えー、そのサブチャンネルの飛ぶ方法としてはこちらのね動画の概要欄の一番上もしくは、えー、固定コメントの一番上の URL こちらクリックしてもらうと、えー、僕のですね、えー、サブチャンネル、えー、最新話ですねユースローシャープ9の、えー、前編スマスロ北斗の兼編です、ねはい、を見ることができますのでぜひこちら見ていただいて <laughs> で、まあ、面白かったよって思っていただいた方は、えー、高評価ボタンそしてチャンネル登録、えー、ぜひぜひ、えー、よろしくお願いいたします。 はい。ということで、えー、今週も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画を、ん俺言った <laughs> 言ったかどうか忘れた。参、え、考、ー、になったな、ためになったな、面白かったなと思っていただいた方、2回目やったらごめん。えー、っと、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンを押して、えー、チャンネル、そして動画の応援をよろしくお願いいたします。ということで、また、えー、来週月曜日の動画で、日曜日はいつも通りお休みね。で、お会いいたしましょう。バイバイ。 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録。そしてツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー